出たかー、うわまた出た、うわ鳴った、これは嬉しい、よっしゃ、くった、よっしゃモンスターが出た、関東のマックスサイズじゃないですか。さあさあさあ、日日フィッシュを目指して日日日日登ってきますよ。たまにああいう感じ、なんかね、岸でねボイルすんだよね。でそういうやる気があるバスがいるとこに投げて、ほらほらほら、これ太陽が出て気温が上がって、朝そこまで見えていなかった、なんだろう、見えバスがねよく見えるようになってきて、この抜群の追い詰め場にうまいタイミングで入ったら食うって感じなのかな。あの奥だよな、ちょっとね足があるんだけど、フロントがダブルフックだからね、思いのほか引っかからない。チリチリライザーも良さそうなんだけど、チリチリライザーだと多分この足を拾っちゃうのかなって感じで、たまにこんな感じでかかるけど、食わせにかかるんだったらブーンとかギズモとかその手のやつで丁寧にやる感じでしょうが、あーでもね結構ほんと厄介なやつをうまいことなんか避けてくれるんだよな。これから引っかかるかなーなんて思うね。ラインもね思いのほかこれぐらいのまだ枯れ足って感じだったらうまいことかわして魚誘いつつ戻ってきてくれる。で実践的なルアーですね。まだね今昼前、全然昼前だから夕まずめの一番いい時間とかにここ入れたらこれいいんじゃないかな。あの木に引っ掛けてずっと提灯しててもいいな。
なんかね、スクールバスがうんろうろうんろうろしていて、ほんで気分が乗った時に岸際で小魚ですね、小魚、あ、でっけえのいた、いいサイズもいいんだよな、これ。例えば、つるきだったら、ブーンとかさ、こういうのを同じ要領で、で、これトリプルフックがないから、なんつうのかな、岸際に一回乗せて、で、ソフトにバスの気を持たしてから、プチュって入れると多分ね、あいつら食うんだよ。そういう時はこういう小型スナックレス虫が、いいはず。あ、いるね。あの木に引っ掛けて、あ、いる、おう、ほら、ちょっといいサイズだけど、まあいいか、あいつ食わせっか、あいつ食うよ、食うよ、いや、ちょっとね、木の掛け方がね、もう絶対取れないパターンですが、もうちょっとね、薄く薄皮一枚であの枝に乗したいんだよね。 P ラインの、あ、これだったらいけっかな。こんな感じでどうですか。たまらん、たまらんってなるわ。いやいやいや、あ、ここいい、ここいい、ここで降りる、ここで落ちろ、あー、最高、最高のとこで落ちました。ダメか。これは、おっしゃ、あー、ダメだ。これがね、スナックレス製の、と、まあ、モロハの剣っすよね。完全に今ね、ルアー見えなくなってからフッキング入れたんだけど、トッパーの人たちとか、ものすごい精度で、引っかからないようにトリプルフックのアピール力のある、いいやつを入れてるから、釣っちゃうんだろうけど、まあ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 、やる気のある。まだね、張りがかりしてないから全然食うと思うんだよな。
構いいサイズ。おくた、一日風呂敷きたよ。よっしゃ。はい、一日風呂敷釣れました、ね、え5月入ったばっかりでもうだいぶ暖かくなってきたから、ね、ちょっとスポーニングと関係ない岸際でうろうろしてるスクールバスにぶち込んだら釣れてくれました。いや、フッキングがねえ、ダブルフックでちゃんとね、これでこうかかってくれたから、はい、一日フィッシュ。このね、後ろが柔らかいからフッキングが良好なのかな。バシッと持ってくれましたよ。じゃあこいつは逃がしてます。で、タックルはね、バンタムの MGL にエリートタプーラエリートのクランキンロッドなんだけども、まあ何でもできる竿っていうことなんで、こういう感じの中量級の中小型トップなんかもすごいやりやすいなってことで、じゃあ引き続き頑張ってみたいと思います。こんな感じのオーバーハングの奥でたまにねベイトが寄せられてボイルしてるんですけども、まあ、そんな感じのところに投げていたらバシュッと出ました。はい、はい、というわけで帰ってきました。これね、ジャッカルと釣り岡でしょうさんのコラボルアーっていうことで、これ洋来さんモデルの日々フロイジーなんですけども、この時期にいいんじゃないかななんて思ってですね、投げてみたところ、早速ですね釣れてくれました。この時期ね、まだなんていうんですかね、まあところによりボイルすることもあるんですけども、
まだねバスの動きそこまでこう早く動けてないなぁなんていう状況で、そんな時にねこれが効いたんじゃないかなということで、こう本当にニチニチしてるんですよね。岸際に入れてで一点シェイクでこうニチ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 って、まあただ巻きでもね本当ね柔らかいこういった羽なんですけども、うまいことね水をかき分けながらこうもがくように泳いできてくれるんですけども、一点シェイクでねほんと使いやすいなっていうところで、早速ねお気に入りのルアーになっちゃいました。でいいところがですね、この説明書きの通りこの後ろはトリプルフックなんですけども、前がねダブルフックなんで、結構ねこれはまずいかなっていうようなところに投げ込んだ時も引っかかんないんですよね。まああんまりね、やると後ろはトリプルフックなんで引っかかっちゃうかもしれないんですけど、まあ失敗だったらこれ後ろもねダブルとかにしたり、もしくは後ろの針取っちゃうなんていうことで、かなり、どんなところでも放り込めるようになるんじゃないかなと思うんですけど、ただこの、まあね全部フックがついた状態でも、結構根掛かりがしづらいんで、結果ねちょっと厳しいところにトップに出やすそうなところに投げ込めるなっていうのを感じました。それとこれですよね、後ろが柔らかいね、これがあのフッキングにいいのかななんて思って、最初いいなと思ったんですけども、一番ね一日投げて感じたのがここが柔らかいから、岸にこうバンってぶつけてもなんていうんですかね、ここが壊れづらいイメージが一番使ってて気持ちよかったなっていうところで、結構ねこういうトップウォータールアーって高かったり、あとはそのなんていうんですかね、まあ、手に入りづらかったりとかいろいろあるかと思うんですけども、そういったルアーを岸際タイトに打ち込まなきゃいけ出ないのに、魚がもしかしてぶつけちゃったらこの藍がバキャって曲がって壊れちゃったりとか、あとはね割れちゃったりするんじゃないかなと思って、一番積んなきゃいけないところに投げ込みづらいんですよね。キャスがよっぽど上手ければもう自信持ってね、本当プロの人みたいにこうマシンガンキャストで岸際のもうタイトなところにスパッスパッスパッって入れられるんだったらまあ話は別なんですけど、自分なんかそんなにキャストあんまり岸際打たないんで上手い方じゃないんで、よく水キャストしてこう岸にバーンってぶつけちゃうんですよね。そんな時に今回もねこれ結構ね、岸のタイトなとこに打ち込み続けたんですけども、壊れないのが一番いいなと思って、これね結構ぶつけたんですけど全然ね壊れない。あとは後ろがこの中空ボディなんで、しばらく使ってるとねこの中に水が入るんですよ。で水が入ったらこうプシューってねフロッグなんかだと沈まないように、抜くわけなんですけども、水抜かないでもこれ浮いてるんですよね。あーなんか水入ってたなそういえばって思ってたまに抜くんですけども、いや待てよ、これがこの中に水が入った状態っていうのは表記よりちょっとウェイトが増しているっていうことで、でも浮いてるんですよね。というわけで使いやすいんですよね、重いから投げやすいっていうか、遠くのそのピンスポットに入れやすくなるっていうか、なんか重さフォーメーションルアーとでも言うんですかね、こうなんかねこの中にね水が入って、でたまに移動の時とか、あそういえば水入ってたなってプシュプシュってこう抜くんですけども、基本はね水抜かないで、ちょっと重い状態で打ち込んでいけちゃうななんていうのを、非常に感じました。というわけで、ね、まだまだこっから本番ですね。ようやくハイシーズン突入っていうことで、ピクピクの釣りなんかも効く時期にね、これほんとピクピクの代わりみたいな感じで、レゼルブなんかもそんなイメージなのかもしれないんですけども、あくまでもこの羽がなんていうんですかね、こうストレートワームのピクピクみたいなイメージで、でこう一点シェイクでニジ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 って動かすと、これがうまいことピクピクみたいな
波紋を出してくれて、バスがたまらんっていう感じでね、飛び出してくるんじゃないかな。そんな使い方はでこの時期はやっていけば結構いいんじゃないかなということで、まだまだね使い出したばっかりなんで、引き続きいろんなシチュエーションでね、これせっかく手に入れたんで、投げて、ブラックバスね狙っていきたいななんていう風に、考えております。あ、まあね、あとね、このここが壊れないっていうことなんですけども、霞水系なんかの護岸打ちね、ああいう時いいんじゃないかなと思って、結構ねコンクリート護岸のこう本当スレスレね、コンクリート護岸に羽が触れるんじゃないかな、タイトに攻めたいなんていう時によくミスキャストして、硬いコンクリートにバカチョーンとかこうダッチとかね、あとはアベンタとかバチャってこう、ぶつけてね、あれってこう羽がひん曲がったりね、あとはボディ自体がそもそもちょっと割れてしまったりとか、そんなことあるんですけど、これだったらパフって感じでいけるんじゃないかなっていう。まあまあまあね、ちょっとねあっち方面はもうちょっと釣りに行ってね、こういうの、結構効く釣り場なんで、引き続きね気温の高い日は投げ込んでみようかななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、このジャッカルと釣り岡でしょうさんのコラボ、モデル、妖来さんモデルですね、日々クロイジーで、ブラックバス釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。